あ、一緒に来ました。1回目ですか？私は8回ぐらいです。元気なおばちゃんがいて、で料理が大きくてドーンってしてるのですごい朝からテンションが上がるので、私の中で、帰国の朝はアイホップ言葉があるぐらい、とりあえず、元気がもらえるので完璧しまうお店です。ショートスタックの、パンケーキとマッシュルームとトマトと、ほうれん草とチーズの入ったこんな大きいオムレツを絶対に 100% 頼みます。前に行った時に、ベローズビーチってあのミリタリーのビーチがあって、そこがすごく綺麗で人もほとんどいなくて楽しかったんですけど、週末しか空いてないので、また今度来れたらぜひ週末にかかるように来てベローズビーチにまた行きたいと思います。どうしてもお風呂に浸かりたいと、湯船に浸かりたい彼女が申すので、私、巡りまして、見つけました。日本人は絶対行くべきだと思います。オールスパ、ちょっと遠いので、車でワイキキから15分ぐらいですけど、韓国人のすっごいでっかいおばちゃんと、欧米人のお姉ちゃんが銭湯に入ってるのが見れると思うので、そんなに神経質じゃない人はぜひ行ってみてください。だいたい、お風呂入るだけだと15ドルで入れますので、エステ韓国のエステもできるし、赤すりもできるので、本当に東京の新宿の新大久保かと、ここは新大久保がハワイにあったと私たちももう大満足だったので、大きいお風呂に浸かってよもぎサウナに入って水風呂に入ってっていうのを3、4回ループを繰り返すと、もうハワイじゃないとここは思います。アロハー。